それと前の戦いでのダメージもあったと、はい、これが繋がったんじゃないでしょうかね。まず那須田明、安定した、全く文句のつけようのない5対0判定勝ちで決勝進出決定。そしてその増田と決勝で対戦するのは山木か、あるいは松井か。その準決勝第2試合が始まります。ゼッケン128番、画面左側が松井明義さんだ。今試合開始の会見になりました。画面右側が187センチ長身です、山木健二初段であります。この試合はですね、はい、松井選手の華麗なる技が、はい、大型の山木選手のような、選手に対してですね、どのように発揮できるかということが見どころだと思うんですよ。なるほど、華麗なる技、特に足技でしょうか。そうなんです、ね、はい、左上段が言っていきました。松井ちょっとかすった程度でした。しかしそれにしても今度は後ろ回し蹴りだ。松井走りましたね。松井が足技、大技を連発してまいります。準々決勝、小笠原和彦選手が負傷のため棄権で不戦勝、この準決勝進出。一方山木選手の方は準々決勝、奥村光一選手を判定で下しまして、この準決勝に進出しております。山木に注意ですか。そうです、そうですね、掴みですね、はい、山木が回し蹴りを狙うぞというそんな構えを見せましたが、松井が左上段蹴り、これはブロックしました。山木また後ろ回し蹴りを持っていきました。松井さすがにやはり山木君と松井君との差がありますね、スピード的にね。そうですね、ただこの松井選手ですね、先ほどの増田選手のような破壊力が欲しいんですね。そうなんですよね。ただあまりの技が綺麗、それからスピードがあるということで、破壊力ではね、まあそこそこのね、初段クラスと2段クラスの選手以上にはありますけどね。もちろんそうですけどね。128番の松井です。松井が攻めていきます。中段突き、中段突き、そして左の、そして右の上段回し蹴り、大技を狙っていきます。松井明義、これはこの松井君の思い切りのいいところですね。そうですね、あの技はそんな高い山崎に出すんですからね。そうですね、下段から上段、はい、そのコンビネーションですね、はい、下段を攻めてから上段だというところです。その松井を捉えて下蹴りで動きを止めたいのが山崎。一頃一本勝ちが松井の場合、例えば黒沢と比べた場合、極端に数字的には少ないと、はい、そういったことも話題になりましたが、はい、この準決勝を見る限り、松井、去年までの松井とは見違えるような積極さをこう、そうですね、はい、やはりこの2連覇を達成しようという意欲がですね、はい、ここに来て見られますね、はい、また今年の6月にです、はい、彼は100人組手を達成しました。そうでした、そうでした、そういう経験というのが徐々にこうじわっと出てきているような感じします、はい。試合終了の太鼓が鳴りました。判定の結果、さあ注目してください。 1,2,3,4,5 対0、松井明義文句なしの判定勝ち、決勝進出を決定いたしました。従いまして、今年度の第18回全日本空手道選手権大会の決勝戦は、松井明義と増田明、三強の2人が予想通り激突という形に